インスタグラムのフォロワーっていうのは20万人いるわけ。なるほど。20万人いて自分が社会的なメッセージっていうものの影響を及ぼそうとしている写真家っていうのは他にいないよ。なるほど、なるほど。自分の方からこの人と対談したいとか、はい、この人にインタビューしたいとかっていう姿勢っていうのはないわけじゃないですか、はい、違った価値生成ですよね。だから普通の写真家とかアーティストとめちゃくちゃ喋っちゃいましたね今回。こんにちは、後藤茂雄です。ポストフォト現代写真アート講座のシリーズです。こんにちは、北圭樹です。さて今日はウォルフガング・ティルマンズですね。はい、いよいよですね。いよいよですけれども、はい、ニューヨークの、MoMA、まあまあ、近代美術館で大回顧展って言っていいと思うんですけど、うん、To Look Without Fear っていう、まあ、タイトルの展覧会が始まったんです。私はまだ行けてないんですけれども、うん、コロナ禍で去年開催されるはずだったんですけど、まあそれ今年になったんですよ、うん、はい、でまあ準備もすごい期間があったんで、うん、ネットで見る限りは非常に充実した回顧展的な内容になってるなみたいな感じがしますね、うん、じゃあいろんな過去からの新しいシリーズまで全般的に、ね、全般ですね。まあそのカタログはもう知ってて、うん、頭から見たんですけれども、はい、今までのその活動をクロニックに分類して全部入ってるっていうふうなものだったです。今日はねそのウォルフガングのことについてちょっと話したいんですけれども、はいはい、彼はまあ一番最初にですね、はい、デビューしたのは80年代の終わりぐらいで、ドイツの出身なんですよね。1968年に生まれてハンブルグで勉強した後ロンドンへ行って、まあ、美大で現代アートについて勉強して、はい、ターナー賞をまあその2000年にも撮るんですね。写真で初めてとか、ね、写真で初めてですね、はい、戦略的な意図っていうのはいろいろあったと思うんですよ、うん、写真っていうものが90年代の終わりぐらいからいよいよ新しいフェーズに入ってくると、うん、まあそのデジタルとかメディアの話もあるしっていうことで、やっぱスタープレイヤーをどういうふうに開発するかっていうこともアート業界のポイントにあったと思うんですけど、まあ、彼出てきたわけですよね、はい、最初はID とかああいうまあそのファッション系で、彼が出てきた時にクラブカルチャーっていうものを拝見、はい、うん、ナイトライフっていう、うん、まあ、風俗的なものですよね、はい、それでタッシェンで初めに出た写真集なんかもそういう風に入ってたんですよね、うん、90年代写真っていうかな、サブカルチャー的な文脈で最初見られていたと思うんですよ、うんうん、それがまあターナー賞をもらって、うん、コンテンポラリーアートの写真にシフトしてくると、うん、はい、で状況としてはまあ例えばデュッセルドルフとか杉本さんみたいな感じがいろいろある中で、うん、ストリートスナップ的な感じのものがどういう風にアートとして扱われるかっていうのがまあ導入だったんですよ、うん、それから展示法が非常にまあユニークだったわけです、うん、そうですね、フレームに入れて芸術で5台っていうのをするんじゃなくて、うん、プリントを貼っていくっていうふうな、うん、そういうやり方で、うん、写真を本当に純然たるマテリアルとして、うん、提出してくるみたいな形もスタイルとしてあったから、うん、すごいまあ受けたと、うん、で本人は昔バンドもやっててクラブカルチャーなんだけれども、うん、音楽の部分は全く封印して写真に集中するって言って、うん、つい最近まで封印してたんですね、うん、それは写真というものを本格的にアートとしてやるっていう姿勢だったと思うんですよ、うん、2000年に入ってからある意味ではエスタブリッシュした形で、うん、で特徴があるわけです、うん、最初からそうだったのかやってるうちにそうなったのかっていうような問題はあるんですけども、うん、はい、普通だと写真家になるじゃないですか、はい、写真家になるか、うん、コンテンポラリーアートとしての写真家になるかっていうことなんですけど、彼はそういうふうなものとまたちょっと違うんですね、うん、どっちでもない。何かっていうと、うん、ソーシャリーなやっぱアクティビストっていうものにその気持ちを忘れないっていうことがあるんですね、うん、彼自身は天文写真の愛好家がっていうところがあって、うん、それの延長線でコンコルドみたいなものを撮ったりしているっていうのと、うん、クラブカルチャーみたいなものを撮影するっていうことで、うん、写真に何が映るかっていうことだったと思うんですよ、うん、はい、写真集っていうのも一つのこれは写真の表現だと、うん、からまあ壁に貼っているプリントなんかもそうだと、うん、そこには具象と抽象っていうのがあって、それはトーカーであると、うん、キーワードがあって、うん、アストロノーミックっていうんですね。アストロノーミックっていうのはまあ彼が自分で言い始めた言葉だけども、うん、天体的な視点から見たら全てはトーカーであるっていう、うん、途中で気がついたのか最初から分かってたか、うん、知ってて途中で確信を持ったのかみたいな感じだと思うんですけど、メディアっていうのが重要になってきたっていうことなんですよ、はい、12年に出したノイエベルトですけど、うん、これは非常にユニークで後で話しますけども、
写真集っていうのも一つの表現媒体として作品だ、うん、今までの写真家だったら写真がたまったんで編集者とかに渡しちゃって構成するっていうことじゃないですか、うん、彼は違ってて2通りあると思うんだけど、うん、1個ずつがプロジェクト的にちゃんと出来上がっていって、うん、それ自身が展覧会に変わるようなバリューもあるようなもの、うん、それからインデックス化されていて、うん、そこの写真は必ずいろんな展覧会で、うんリミックスされて、ね、出撃していくっていう、うん、ワンマタワンマタのやつだ、うん、そうなんですね、まあ、よく見たら、うん、写真家っていうようなモデルっていうものが、うん、アップデートされ続けているタイプなんですよね、うん、ここからが今日の本題なんですけれども、うん、リーダーズってやつで今回のモマの展覧会に先んじて出版されたものなんですよ、うん、それでこれとは別にカタログもあるっていう形になっていてこれは89年から最近に至るまでのウォルフガング・ティルマンズのインタビューとか対談とか、うん、そういうものを300ぐらいセレクトして集めたものなんですよね、うんうん、すごいねでも示唆的でしてね写真家が自分の方からこの人と対談したいとか、はい、この人にインタビューしたいとかっていう姿勢っていうのはないわけじゃないですか、うんはいはいはい、写真撮ってるんだから、うん、俺の言いたいことは全部写真だったりするはずなのに、ね、彼は限られないわけ、うん、メディアのアクティビストって言っていいと思うんですよ、うんうん、そうです自分が政治であるとか、うん、天文学者と対談してるようなものもあるしいろいろあるわけです写真家としてある程度成功したっていうのもあって、うん、その有名性を使って政治であるとか、うん、民主化の問題であるとか、うん、LGBTQ の運動であるとか、うん、イギリスが EU から独立の時もすごいあれでしたもんね、まあ、する時なんかっていうのがあって、うん、現状においては例えばインスタグラムのフォロワーっていうのは20万人いるわけ、うん、なるほど20万人いて自分が社会的なメッセージっていうものの影響を、うん及ぼそうとしている写真家っていうのは他にいないよなるほどなるほどモデルがさ、うん、全く違うわけよねトマス・ルフがさ社会的な運動のメッセージをやるか、ね、SNS でやらないですねやらないじゃないですか、はい、単純にコンテンポラリーアーティストっていうようなモデルに写真家がシフトするんじゃなくて、うんうんうん、メディアとかいわゆるソーシャリーなアクティビストっていうようなモデルにシフトしてるっていうところが非常に重要で最初はプリントそのまま貼るとか、うん、なんかフォルマリスティックな分析をティルマンズにしてしてたと思うんだよ、はいうん、そういうサブカルチャーのものがファインアートにどういうふうになるかみたいな質的な分析してたんだけどそのターニングポイントがこの12年のノイエベルトだと思うんで新世界っていう意味なんだけれどもそれまでフィルムにこだわってたものをやめて、うん、飛行場で売ってる安いそのデジタルカメラを買って、うん、行き先もその場で決めてアフリカとかアラブとか中国行ったわけじゃん、うんうん、でもう一回社会に介入していって自分のすべきことを取り戻すみたいなことをしたと思うんだよ、うん、なるほど他の写真家はやっぱり作品主義になったと思うんだよね、うん、そうですね、うん、スタイルにこだわりますこの時代にティルマンズの意味がますます重要になって増幅されてくる、うんうんうんだろうなと僕は思うねそういうアプローチは研究っていうか批評っていうのはしてないんじゃないかな、うん、現代アーティストとしてか写真家としてか展示の方法のことばっかりが割と言われる語られるじゃない下のこと言ってる人とかはいないですかブリグジットで自腹でポスターとか作って配ったじゃん、うんはい、T シャツとかも作ってましたただあれはまあアーティストが社会に対するアタッチメントをしてるっていう風なぐらいで片付けて表現者としての本質的なものっていう写真家っていうようなモデルがもう基本的に変わってるんだっていうなかなか分析できてないと思うんですよねメディアアクティビストみたいな感じにモデルが変わってるっていうところが一番面白いところじゃないかなという感じがするけど僕はニューヨークの展覧会に行ってないのでウェブとか SNS で上がってるやつとかしか見てないんだよねティルマンズってやっぱり流動性が高い作家で決定校をなかなか作らないっていうことのような気がするんだけど今回なんか見てる決め打ちがあるような感じがするわけあそうなんですこれは大きくあるべしっていうふうに考えたものが大きくなってる感じがするんだよ、はいはいはい、なるほど面白いですねちょうどコロナの直前ぐらいに僕はベルリンに行って彼のスタジオに行った時にちょうどモマの展覧会の模型を作ってたわけ考える時間がすごい長かったから集約的に考えていって作ったんじゃないかなという上がりになってる気がするなるほどレイアウトなんかもものすごく精妙に作られていて彼は展覧会場にいて即興性でやるんだけれども計算が効いているような仕上がりのような印象を僕は持ってるんだよね面白いですねコロナのせいって
ていうことが原因なんですかね、やっぱり自分を見つめるっていうことだと思う。今回のね To look without fear っていうのがあるわけ、うん、で To see じゃないよ、 see っていうのはスーザン・ソンタクの写真論でもう seeing じゃない、 look っていうのはさ、うん、自分の方から能動的に見るっていうニュアンスが強いじゃん、 see は向こうからこう入ってくるようなものじゃない。 fear っていうのはソーシャルイッシューっていうのは、まあ、うん、当然思うわけじゃん、うん、戦争が起こったり、はいはいはい、コロナがあったり、うん、エイズがあったりいろんなものがあったりするような世界っていうものをルックするっていうことだと思うんだよね。恐れっていうものは自分にも向けられてると思うんで、うん、自分がやってきたことに対してもルックする、うん、恐れなく自分のことを見るっていうふうに、うん、そのフレーズはどっかの曲の歌詞からサンプリングで取ってきてるのかもしれないし、はい、言葉のルーツは分かんないんだけど、この時代において自分も含めて世界を恐れなくルックするっていうことは考えたんじゃないかな、うんうん、タイトルは最初からも出てたんで、それに向かっていってるんじゃないかなっていう感じはすごいするんだけどね、うん、どまたワンステップアップデートされるってことですかね。アップデートされると同時にやっぱりやり続けなければいけないっていう、うん、無礼なさっていうのはそのトゥールックウィザウトフィアっていうフレーズからは強く感じられるけどね、うん、ニューメディアの言語さ、マノビッチを呼んで、あれってすごいテクノロジー論じゃないですか、うんうん、テクノロジーのその例えばゲームと、うん、一人称視点でゲームの世界にいるということが人間にどう影響するのかみたいなことが書かれてたんですよ、うんうんうん、移動しない限り、うんうん、時間は進まないんですよね、ゲームの中では、うんうん、物語はコントローラーで、うんうん、自分が動かない限りは働かないし、うんうん、動かないし価値は生まない、うん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 、移動するとかその中間地点みたいなところに価値を生む時代にメディアの影響でなっていくみたいなことが書かれてたんですよ、うんうん、面白いね、ティルマンスのことすごい思って、うん、ティルマンスはマノビッチを意識してるわけではなく、そういう時代だっていうふうに90年代を考えて移動したり即興性で決め打ちしないで0と10みたいなスタートとゴールだけじゃない部分にどんな価値を作るのかみたいなことをすごく考えたんだってことをティルマンスをその時すごい思い出したんです、ね、そうだと思う、まあ、僕はこれセカンドステージ の、うん、あの導入だと思うんで、はい、これすごい重要で当社にここから開いたと思う、うん、でこの時も考えないでとりあえずいろんなとこ行くっていうようなことを自分にやっぱ課したから、ね、封印していたバンド活動みたいなものをすごいやったりとか、うんうん、あと今もまだ続いてるけどアフリカのいわゆる美術館ツアーっていうのをやると、ノイエベルトで開いたエリアに積極的に自分の作品を入れてって通るっていうことをまあやっているっていうところも移動で何かを気づくっていう、そういうことですよ、旅すごい重要なんだな、目的地じゃない方法で何か価値を作るっていうのがすごく印象的な人だなと。リーダーズもそうなんだけど、うん、普通はアーティストはやっぱインタビューされるじゃん、うん、される。でも基本が対談だったら自分の側からインタビューするっていうのは関係性が移動するわけだ、はいはい、そうそう、それもまさにですね、交換ですね、エクスチェンジしたりするっていうことを、 そうですね、うん、それはなかなかねできてないと思う、みんな違った価値生成ですよね、だから普通の写真家とかアーティストとは、うんうん、そこがとてもユニークだし、果たして来年の1月までにニューヨークに行けるかどうかっていうのは僕論文終わったら先生一緒行きましょう。そうね、はい、引き続き、ウォルフガング・ティルマンズについて考えていきたいなというふうに思っています、はい。